PK のピユピマです。 PK カッパです。 PK のアップルです。彼氏が欲しいです。大丈夫ですか急に。すがすがしいですね。はい。なんかあったんですか。先日の破局報告を経過して2週間くらい経ったかな。まだあの次の恋がどこかな、どこかな。傷が癒えてないということで。なるほど。大丈夫ですか。大丈夫じゃないんです。皆さん多分知らないと思うんですけど、見えてないところでですね、飢えてらっしゃるということで。さすがにね、黙らせたいのもありまして、はい、今回ね、私たちアポちゃんと協力してスペシャルな企画をご用意しましたので、ちょっとカッパさんには期待していただきたいなと思うんですけども。え、何？それでは最後まで見ていってください。 DK チャンネルスタート。はい、ということで今回ご用意したスペシャルな企画というのはですね、はい、カッパちゃんの彼氏募集しちゃいます。公開オーディションをやりたいと思います。やばこちら、こういうのやったことないですけど、うん、ないよ。まず来るのかっていう話ですよ。いや、そこなのね。ね、かわいいかわいいとは言われてますけど、なんといってもこのチャンネル9割女子ですから。はいはいはい。そのね、1割の男性陣がどれだけあなたに彼氏になってくれる要素があるか、本当に彼氏になりたいと思ってくれてるか、そもそもカッパちゃんが好きなのか、私のファンでもあると思うので、はいはい、アップルちゃんのファンだったり、今回ちょっとわざわざね、応募フォームまで作りましてちょっと本格的に彼氏を募集するオーディションを開催したいと思います。いや、どうよ。でも実際何がこうするしかないでしょうが。そうなの、本当に出会いがなくて。友達いないもんね。まずね、まあ、それ言ってしまったら終わりなんだけど、まあ、本当にその男性とね、会って話したりとか、そう絡む機会が本当になくて、 SNS も別にいろんな人と繋がってるわけでもないし、本当にないんですよね。だから思いっきりね、応募してもらおうって感じで。ぜひ。もう本当にね、いい人がいれば全然付き合ってもらって、うん、ちょっとデートに行くとか、うんうん、まあ、それも密着させていただくかもしれないんですけど、うん、まあ今後いろいろねあるかもしれないので、とりあえずは募集してみようっていう感じでやっていきたいと思います。実際にどんな人求めてるんですか。外せないのがマジで本当に一途な人がよくて。あー、うん、浮気しない人。浮気がすごい嫌なの。ちょっと結構縛られたいかな。なんか言い方おかしい。なんか束縛されるのが別に嫌じゃない。あ、なるほどなるほど。っていう言い方の方がちょっと綺麗だよね。本当に純愛をしたいみたいな感じですか。え、そう、もうお互いにお互いが好き、もう私とあなた2人だけみたいなのがいいです。なんかチロチロされるのは絶対嫌です。まあタイプとかはちなみにこういう人が気になるかなみたいな。でも結構話しかけてくれる人、自分がそんなコミュニケーション取るのが得意じゃないんで、なんかこう話をつなげてくれるっていうか、まあそんな無理にやってとは言わないんですけど、なんか普通に話しかけてくれたら嬉しいなって思いますね。あ、まあトークにね面白みがあったり、積極性のある方とかが結構いいという感じで。はい。いや、ないです。すいません、すいません。これはでも反回答がいますけどもっていう感じで、例としたら使わっていただければと思います。はい、ただいま彼氏募集のオーディションをするにあたって条件を発表していきたいと思います。はい、条件といっても特になんかこれっていうのはなくて、こちらのね動画の概要欄にある Google フォームから記入していただく形になっております。そちらのフォームを記入していただき、僕たちとかスタッフさん含めちょっといろいろ話し合って、まあ、カッパちゃんが気になったというか、ちょっと話してみたいなとか思う方がいましたら、運営よりねご記入のメールアドレスにご連絡させていただくというガチの、オーディションタイプになっております。はい、でこちらに記入された内容は後日 YouTube や SNS で使用する場合があるので、そちらはご了承いただきたいと思います。はい、今見てる男性の方はもちろん女性の方多分見てる方が多いと思うんですけど、うん、兄弟、弟、お兄ちゃんだったりとか、お友達のクラスのイケメンだったりとか、部活の先輩のイケメンとか、後輩のイケメンとか、周りにいる男どん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 応募させちゃってください。本当に大丈夫ですか。嬉しさにむせてますけどもお願いします。ぜひ、アップルちゃんはね親友として、まあカッパの彼氏とかね、いつもやっぱ相談とか乗るじゃないですか。こういう感じだったらカッパと付き合えますよっていうの多分分かってると思うので、インタビューさせていただいてもいいですか。 ありがとうございます。すいません、お願いします。どうでしょうね。なんか束縛 OK なんで、全然なんか別に重くても多分どん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 って感じですよね。愛せば愛すほどタイプ。あ、そうそうそうです。なんか逆に軽い方だとちょっと彼女が心配になっててめっちゃメンヘラになっちゃうので、まあできればカッパちゃんを愛してくれる方なら全然誰でもいいと思います。
ということで、本当にね、こちらガチでオーディション開催いたしますので、皆さん、ぜひぜひ、もう本当に誰でもね、応募していただければなと思います。いや、マジで、来るかが心配。10人は来てほしいね。10人は来てほしいね。30万人見てて10人。これ、ちょっともう、引退してくれてないか。本当だよね。一生彼氏できないんじゃないかなって、多分彼女も不安になるので、はい、すごい楽しみにね、僕とアポも、はい、もちろんカッパは一番待ってると思うので。楽しみ。はい、締め切りの方がこちらになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。応募は下の概要欄に貼ってあるフォームのリンクからアクセスをお願いいたします。それではカッパさん、美容の男性に向けて最後一言お願いいたします。一緒に幸せになりましょう。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。いや本当に来ますかね、今ので大丈夫ですか。怖い怖い怖い。